ひらがな長谷川チャンネル。でん、でででででででん、でん、でででででででん。ふう、明けましておめでとうございます。2021年一発目の長谷川チャンネルでございます。去年はですね、いろいろ始めてみたんですけども、手探りでこうどういったことをやっていいのか分からず、皆さんと一緒にこうなんかこう一緒になって作っていく感じのことも多かったですし、まあ、ほぼほぼ8割9割やりたくないことをやらされてしまったというのはちょっと去年のちょっと自分の中の心残りなんですが、まあ、去年の最後の方に出させていただいた動画、メディコムトイさんに遊び行った回ですね。やっぱあれですよ、私やりたかったのは、まあ、すごく反響もいいです、正直なところ。今まで見てくれた方ももちろんですけども、今まで見てなかった方もやっぱりそのメディコムさん側のファンの方も見に来てくれて、すごくいい感じになって、こういうことをやりたかったなっていうのを改めてこう思い出しましたね。はい、なんで今年はね、そういったところをまた軸にしてやっていきたいなと思ったんですけども、こういうご時世ですので、またちょっとロケの方行けなくなってしまったということで、違ったこともやっていきますんで、皆さん最後までお付き合いしていただけたら嬉しいなと思います。今回は2021年ですから、企画会議がてらのことをやりたいんですけども、助言をもらえたりなんだりしようかなと思って、うちの弟に電話しようかなと。お、やっぱ一番の視聴者 YouTube を、申し訳ないけども、私の生活圏内で多分一番見てます、 YouTube というものを。僕よりも？あなたより全然見てます、正直。かけ100は見てると思う。かけ 100？ マジで暇なんだもん。だってまあ全部見てくれてますから、いろいろ聞いてみましょう。本当に見てるから、やっぱ。さあ、じゃあちょっとハン君です。もしもし。はいはい。あ、ちょっと今 YouTube のね、撮影をまたやってるんですけど、最近のどう見てくれた？見てない。いや、嘘でしょ。最後見たのどれ？カバンのチェックの前。飯作ったやつ？あ、飯。おお、飯どうだった？終始ふざけたね。いや、ふざけてないじゃん、マジで。見てほしいわ、一番最新のやつ、メディコムトイのやつ。じゃあそれは見るわ。それはってない、全部見てよ。なんで急に、もう飽きた。俺は飽きてないよ。飽きてないよじゃなくて、何言ってんのお前マジで。俺は飽きてないけど、ちょっともう冷めてない、お前もう。なんかもう飽きてるじゃん、もう冷めてるじゃん、なんかこのチャンネル。冷めてはないよ。でも友達にすごい勧めてるから、みんな見てるっつってる。やっぱほんと評判はどう？見たよっていうのはよく聞く。気使われてるじゃん。見たよ、面白かったよはないんだ。見たよまでは聞くよく。またね、緊急事態宣言だなんだあって、うん、ロケ行けないから、行けないね。家でできるようなこととか、どういったことをやっていこうかって、まあ、会議も兼ねてね、あなたに今、うん、意見聞こうかなと思ってんだけど。何も用意してないな。じゃあ用意はしてないね、普通。用意してたら怖いよ、お前。お前が好きな感じのやつって何なの、見る。え、俺ゲーム実況ばっか見ちゃってるから。まあ、ゲーム実況ね、まあまあまあ、それは一個あるのは分かるけど、俺はね、あんまり万人が見るようなのはあんま見てないから。うるせえな。 YouTube 見る側としてはちょっとレベル高い方なんで。あ、なるほどね。プロ YouTube 部視聴者か。そう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 。お前やっぱ見るのが、うん、はじめ社長とヒカキンかな。クソベタじゃねえかてめえ。つまんねえ振り入れてボケんな。ありがとう。こういうベタな笑い好きだから、視聴者。うるせえんだよお前。お前も視聴者なんだよ。なんだこいつ。ちょ、なんか思いついたら言ってよ。じゃああといつかさ、企画でお袋に日本で一番スピード出る車椅子作ろうと思ってるから、それもちょっと考えてみて。一こぎでピャーンっていくぐらいのやつ、ちょっといつか。それはいいね。親子系はあれだよ、伸びるっていうか、まあ、高級感増えるんじゃない。まあ、サッシーとか異常だからね。あれ異常でしょ。なんでサシアラが最近始めたの見てんのに俺の最新のやつ見てねえんだよお前。 YouTube で再生数稼ぐためにはあれだよ、うん、おすすめに引っかかりをしないと。それはどうやってやるのよ、だってそんな知らないもんな。真似事が一番早いよ。あー、なるほどね。関連で出るってことか。そう、関連が一番強いから。じゃあ何やればいいんだろう。みんな何やってんだろう今。チョコプラさんか、かまいたち。あー、芸人だとな。チョコプラさんの真似するしかないんじゃない。チョコプラの真似って、でもチョコプラも真似してるだろ、なんかいろいろオリジナルとかもある。はい、怖い顔選手権とか。 あれはね、良かったもんね、うん、こうね。まあ、あれはあれ真似するってよりは、あれよ、ゲストで出してもらった方がいいもんな、うん、あれでもめちゃくちゃ面白かった、うん、あれはな。まあ、いや、ちょっとその辺考えつつやっていくわ。じゃあ思いついたらもう忘れないようにメモしといてね。普段見れないところを見せた方が視聴者喜ぶから。まあ、そりゃそうよな。うん、そりゃそうだ、うん、じゃあ おふくろと親父によろしく言っといて。 OK、 分かった。はい、困ったらいつも言ってね。じゃあ、うるせえな。分かった、言うわ、そういう時は。はいはい、おいじゃね。はい、はい。
仲いいですね。うん、仲いい。仲いいけど痛いじゃん。恥ずかしいんだよ、たまに自分みたいで、うん、俺もこんな感じのこと言っちゃう時あるなみたいなさ。何個したっけ？ 8 でしたっけ？10個した。10個した、まあ、だから仲いいんでしょうね。ぴったり10離れてるから、まあ、あとだからね、そのマネージャーお見合い企画も結構来てるんですよね、はい。でまあ、この時期なのでね、お見合いもできないということで時期を待っていただきたいなっていうのがあって、忘れてるわけではないのでね。もちろん、はい、その時のコラボはいいかもかな、ね、そろそろ。誰とコラボすんのよって話よ。 YouTube やってる人とコラボしなきゃいけないってことでしょ。もちろんもちろん、長谷川チャンネルも少ない人に言えばいい。いる？いるでしょ。いや、夢なしはいないだろう。え、誰？ YouTube やってる人。いや、まあ、そっか。あ、ライスさん、1.19。あー、ライスいいね、じゃあ、うん、キングオブコントチャンピオン。あ、そうだ、チャンピオン同士。 あとね、あのさらばの森田からも、うん、あの DIY やってんだって YouTube で、うん、そうで、うん、材料費だけでおしゃれなキャットタワー作りますよって言ってくれたから、それもありだね。じゃあ、あ、見てるんですか。まあ、ちょっと考えましょうその辺は。じゃあ、うん、はい、それ以外の企画もいろいろやっていくんで、皆さんぜひとも、今年も長谷川チャンネルよろしくお願いします。以上、2021年一つ目。ちょタイミングおかしいだろお前、ガリガリする締めの挨拶の時に。